種の今知りたい情報をお届けする番組クレちゃん。体験リポートするのは金田アナウンサー、そして呉市在住49年の明田さんがディープな情報を発信します。明田さんはカフェとかはお好きですか？はい、大好きです。そんなカフェ好きの明田さんおすすめのお店、いやーおしゃれでいい雰囲気ですね。そうですよね。実はこのおしゃれなカフェの店主が意外な方なんです。どうぞ。いらっしゃいませ。こんにちは。確かにちょっと意外な感じがしますけど。それよく言われるんですけど。そうですか。このカフェの経営が長年の夢でございまして、5年前にここをオープンいたしました。じゃあ脱サラですね。そうですね。坂本さんの作るスイーツ絶品なんですよ。ここで使われております抹茶、このレンガ通りにあります老舗の春雅苑さんで購入した高級抹茶でございます。じゃあせっかくなんで小豆も一緒にいただきます。香りが立ちますね。チーズも濃厚ですし、これはコーヒーが恋しいですね。皆さんにそのどんな風に楽しんでほしいですか？楽しんでほしいと言いますか、ケーキとかランチを召し上がった後、ドアを閉める直前に美味しかった、この一言が本当に嬉しいんですよ。今回ご紹介した情報は月刊クレー版10月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。